どうも、このチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、もしくはこんにちは。チャンネル風来坊の間です。本日ですね、中古なんですがね、ちょっとレアなものを買っ、レアっていうかどこかわかんないけど、こういうのを買ってきました。まずこちら、これ加藤のですね、山手線 E231500 番台の先頭車である、先頭車である、山手線の、区が230系ですね。間違って、訂正。先頭車の、クハ E230 です。ちょっと今、訂正しました。ちょっと間違えた。すいません。と、はい、こちら。山手線の、205系の先頭車である、クハ205を買ってきました。では、こちら開封してみました。はい、こちら、開封しましたよ。ではパッケージ、商品出したいと思います。じゃあ、まずこれ205ですね。こういう感じです。これ先頭パーツ付けにはなんないってやつですかね。はい、こちら。ちょっとあれ、ねえぞ、ねえぞ。ちょっとないので、もしあったら探したいと思います。あるかどうかわかんないけど。そしてもう一つ、こちらのクハ530も開けたいと思います。はい、こちら。こちら東京上野方面って表記されてました。どちらもですね、山手線のもう引退した車両として知られてますね。引退した車両です。で、こちらの方が、今各地で今セカンドキャリアですね、送ってます。まあ、自分の知る限りだと武蔵野線、あとは現時点では仙石線と、あと南部支線だと思いますが、セカンドキャリア送ってますね。そしてもう一つ、こちらもですね、山手線のこちらの、クハ E230 の方は、あれだな、今、総武線と、あとは自分の知る武蔵野線と、総武線ですね、総武線で今、セカンドキャリアの方で今、転用されてます。では、これ、早速ですね、まず、ライトつけたいと思います。ちょっと準備します。あ、これ台です。ちょっと台に使ってます。ペン立てです。あれ、これライトつかねえんだな。つかねえか。あ、これつかないっすね。じゃあもう一つの方。あ、こっちはライトつく。つけますね。よし。つきます。こちらですね、両方見つけたときに、ね、これはいいなと思って、先頭車だけなんですよ、買って、ね、即買いしました。これですね、こちらオブジェとして使いたいと思います。
これだけ、こういうのを使って、あれかな、ちっちゃめのレートを作るのもいいかなと思ったりしますね。以上、今回の動画はこれで終わります。ご覧いただきありがとうございました。高評価、もしくは登録していただけると個人的には嬉しいです。それではまた。